再生ありがとうございます。おめペンでございます。ダークソウル3実況、今回パートいくつになったか分かんないけど、2面もクリアしやっていきたいと思います。イールシールの直剣というわけで、ちょっとね、気になったことがね、いくつかありまして、1個目がね、前倒したジュバラの体重が落としたなんか連星炉とかいうのをね、なんかね、なんかなんだっけ、誰かに渡すといいぜみたいな話をされたんですよ。どこだ、インベントリーどこ、これこれか、そう、薪の王ルドレスに渡すことでソウル連星が可能となるってことでね。ルドレスってね、ここに並んでる人のいた気がするんだよね。ほら、話しかけるって、これ追放者ルドレスって、これこれじゃねって思って、これこれ、あなた、こんにちは、話しかけ。ああ、君が火の鳴き杯王の探索者だね。私はクーラントのルドレス。信じられないかもしれないが、かつて火を継いだ、まあ昨日さ、ちっちゃいね、信じられない、いや、わかんないけど、その証拠に未だこの体はくすぶりに焼かれている。うん、壊れた体だ。近寄れば君にも見えるはずだよ。見える、剣ちょっと刺さってますけど。お、連星炉を渡す、来た、渡しますか。 Yes。 ほう、連星炉を見つけたのかね。プリシャ、随分と古いが、まあ使い物にはなりそうだ。なあなあって言いましたなあ君、異教の僧侶を持ってきたまえよ。錬成とは僧侶の特質を凝固させ取り出す業、なりわい、業。異教の僧侶を錬成すれば、いつかわしい力が手に入るというものだ。君は王を探し、そして殺すのだ。今さら禁忌もないものだろう。ソウル錬成、あーはははは、これで、あ、ボルノの大土、モサガリの、モージャガリの体験、アルスターの槍、鳳凰の左目、攻撃が連続すると HP 回復する。ボルドのソウルとかでも、1個しかないんじゃん。これどうするの、ちょっと一旦やめる、さすがに。槍ってことは多分両手持ちでしょ、うん、多分片手じゃ無理だね。大地のことは無理だし、体験も多分強いんだろうな。強いね、数字とか全然私は覚えられないけど、これいいな。連続すると HP 回復、もうつくつくさせてるだけでいいんでしょう。ああ、君、戻りたまえよ。おう、ありがとう。ん？降りたはいいけど、これ、戻れない、これ。シュワッチャ。じゃあ、とりあえずこれでなんか錬成炉渡したので、ちょっと行きましょうか。第2の気になる場所にちょっと向かいます。とりあえず、カットかしら？かしらかしら。はい、どうもどうも。ここ、ここ。ここが鍵になってたのよ。もう一回死んだんですけどね、ここに来るまでに。ちょっと、なんか、ウスみたいな投げられてね、落ちて死にましたよ。やられたね。せっかくの残り火が。あんな雑魚的にやられるなんて悲しい。そして、この中。前、上行って巨人倒したやつですね。あそこに、行くじゃ、あ、下じゃない。私は行きたいな。上に行きたいんだ。下じゃないんだ。一回上戻るよ。あれ、前どうやって行った、私上下行けちゃうよ。よいしょ、どうやって上行ったっけ、あれ忘れたな。それをね、上行ってどうすんだっけ、来るんだっけ、来たわ、これだ。はいはい、これで上行けんだ。
これは玉ねぎの人に会いたいなと思って。うん、お待って、なんかある。うふー、いいやつ。ん、そう、あの玉ねぎの人がね、あのウームウーム言ってる玉ねぎ人にね、なんか何もしてないなと思って探してたんですけど、ここかな、もしかして。このあれの、これのおかげで気づいたな、今な。評価する、評価する、ありがとう。君のおかげでこの場所に気づいた。この場所あったっけ、前ぼーっとしてたからかな。というわけで、なんとか、なんか中腹に来ましたね、塔の。話しかける、いたー、玉ねぎさん。玉ねぎというか、なんかすっげーデブみたいな。うーん、うーん、あ、おう、Don't disappear like that. You had me downright rubbish. 先ほどのって言ってから1ヶ月経ってますけど、私にも典型が舞い降りてな。飛行のおかげで私にも典型が舞い降りてな。見事リフトのからくりを解き明かしたというわけだ。ほう、レフト。いや、ハハハハハハハって言ってんのに、字幕ガハハハだったね。けれどまあ、不思議なこともあるものだな。塔の上に向かったはずか、気づけばこんなところにいる。うん、一体何が起こったものか。一回降りたからでしょう、あなた。それに気候に見えるだろう、あのデカブツが。うん、あれ私も手だれ、決して臆病ではないのだが、どうしたものか思案していてな。気候も軽々しく手を出すんじゃないぞ。歩いてるよ、なんか、奥で。え、うっそ。話せ分かるだろうか。無理だな。燃えすぎだ。オーバーヒーティッド。どうしたもんか。悩ましい。じゃあ私が挑んでこようか。ここ行くとこないでしょ、これ。危ねえ、危ねえ。死ぬ死ぬ。反対側行けないよね。行けないね。え、話しかけてみる、あれに。エストビッコ使っちゃったけど。これ、待って、降りて帰ってこれんのこれ。まあ、行ってみるか。行ってから考えよう。なんか書いてあるぞ。この先、誘い出しが有効だ。誘い出し？アイテムはなさそうね。行ってみる？いるしる効きそうじゃん。氷の剣。思ったけど、これ、戻れなくね、もう。聞こう。なぜ待てなかったのだ。え？だからこうなったら仕方ない。あ、来た来た来た。 おデブちゃん来た。カメラ騎士ジークバルト助け出しするぞ。うわっ、かっこいい。うわー、え、ジークバルト、ジークバルト、なんかないかな。ジークバルト頑張れ。続けゴジラみたい。なんだこれ。あ、ゴール知った。この上で戦おうと思ったらに汚い、うるさい。おお、魔法撃ってる。ジークバルトかっこいいよ。ジークバルト、おりゃあ、熱さ燃えてる。頑張れ、俺も頑張る。私の攻撃超効く。えいえいえい。あ、倒したんじゃね。かけ倒してもいいとこだな。炎の奇跡、ありがとう。疲れた。はあ、はあ、聞こう、見事だ。聞こう、見事だ。だが無茶するものじゃないぞ。聞こうも火のなき、はい、きっと使命があるのだから。だが今はまず祝杯だな。祝杯、ジークの酒、聞こうの勇気と我が剣、そして我らの勝利に。Long may the sun shine. 太陽あれ。乾杯。あれかける。The only thing to do, really. あ、眠ってくらしいよ。あ、寝た。ぐーぐー。めっちゃいびきかくじゃん。ふこー。ぐーぐー。寝る。え、なんか手に入った。またある？なさそう。何が手に入ってんのこれ。インベントリー。
ないね。あ、さっきのこれ、認識強化による炎の武器を作る。あー、武器作るようだったんだ。武器にもない。さっき手に入れたネイルとかはどこのですか。ステータ、システム、メッセージ、あれかもしかして、寝る、違う、まだ、これじゃね。ジェスチャー増えてたりしない。付け替え、あ、乾杯、寝る、あるわ、これだこれだ。ちょっと待って、どれでもいいや、下指さ使える。乾杯、よいしょ、あ、乾杯、よいしょ乾杯したね。上指さすをちょっと付け替えてみる。寝る、寝る、寝てみる、これか。二人寝てますよ、この日の。おお、グーグー、不合、グーグー。君は本当に寝てるね、私はあれだけど。なんかアイテムない？すっげえ持ってたけど。あ、馬車が、何かがあったようですね。悲しい何かがあったんですか。で、これ帰れんのかな。かがり火とかあったらワープで帰れるよ。とりあえずいろいろ行ってくるか。あ、ないな。あ、光ってるよ。これがラージクラブ、大きいクラブですね。ここも入れないし、わがしゃー。あ、こう登れる、登れる、登れる。あ、えい、どうした。お、北の兜、北の鎧、北のグローブ、北のズボン、北シリーズ北シリーズ、北シリーズ強い。重量がアップして物理がなんかちょっとアップする。いいぞ。雷と闇に弱くなるが、あと出血、毒、呪い時に。でもちょっと重くなるだけで意外と上がるんじゃないか。全部北セットいく。重量上がるな、大丈夫かな。私両手持ちしないから大丈夫だよね。北セット、北セット、北セット、はい、北セット、おー、北セット、すごい。北の民族なんですね、これが。北の民族、あ、重い、ちょっと待って、重いぞ。うわっ、マジか、マジか。ちょっと待って、これはね、持ち物はいいでしょう。これちょっと一旦外すか。うん、外す。これ重さなってないっしょ。重さなってないね。待って。何か外そう。防具はいいや、これでいこう。出血耐性、HP、サレ、HP。ここら辺あんま重くないもんね。武器だよね。どっちかしまう？せっかく手に入れたから UC の直剣使っていくか？待ってね。これ UC の直剣にして、これで一気に、あ、待って。すっ。オッケー。オッケー、いいよ。さあ、北セットできます。防御力が、ググッととは言わないけど、上がったんじゃなかろうか。優秀の直剣。もうね、手に入れたものはガンガンね、使っていかなきゃもったいないからね。こっちしかないかな、道は。それ。敵かもしれないから怖いね。いやー、ガシャ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 、なんかない？でもね、前コメントでいただいたんですけどね、こういうの壊した方がいいよって言われたんですけど、やってもね、出ないね。出てんのかな。なんだ、赤虫の眼薬。赤虫？わー、浮いてる。うわ、地獄絵図だ。なんだこの不気味なシャンデリア。
赤虫赤虫、一時的に炎カット率を高める。またなんかちょっと特殊なやつが出てきたな。おい、わお、あ、どうかな、危ない、登ってきてます。あ、なんかいる、あ、あいつ落ちてくるぞ。あ、あ、あー、はい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 、ここ登ってきたのね。ほっ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 ほー、あ、待って、どこ、お前動くやつ、待って待って、待って、なんでなんかこいつすごい強くね、気のせい、あー多分気のせいか、いてー、気のせいじゃないよー、いてーよー、きっかけの、そう、いてーよー、結構食らったよ、さっきの火のやつの方が弱かったんじゃないか。ロックもしながら歩きたいね、もうなんかね、怖いから、いるんだけど、えいよー、えい、開けた、あ、蹴り、どうやってんだっけ、これか、前と同時に LRE R1、 うわガシャガシャ、ないよねやっぱね。でここ登って、あ、え、待って、おばさん二人いるんだけど、ちょっと待って、あれあれはやばいぞ、ちょっと待って、あれはやばいぞ、どうすんだ、敵、敵ですか、敵だようです、一旦出よう、一旦出まーす。まさかの敵だった、なんかイベン前あったイベント始まって的なやつかと思った、違った、うっお前わかった、さっきからなぜか俺キックしてるから変な感じなんだ、奇跡的に同時にやってるから攻撃が出なくてキックになってんだ、なるほどね、あ、それ骸骨、なーにそれ、使っ持ったことあったっけ、初めてだよね、投げ砕くことで周囲の敵を誘い寄せる、なるほど、いらない、どこで使うんだ、あ、降りれる、違う、ここから来た、じゃああのおばさんとこ通んのか、とりあえず回復して、マジで他ルートない、戦わなくていいよね、走って行ってみる、進んでみようか、ああ、あ、なんか音がする、あー、いるよ、困ったな、走り抜けるか、行くか、行こう、うわ、降りてくんのかよ、しかし、これであいつは大丈夫だ、さよなら、あぶれ、いや、あ、死ぬ、あー、嘘だー嘘だー、死んだー、いや、もっかい来んのめんどくぜマジかー、やるわー、倒すか、おばさん、いやー、帰れたけど、そういう方たちがソウル2000ぐらいあったでしょう、どこだっけ、うまいね、あ、もうあれはいねえんだ、よかった、再戦かと思ったよ、玉ねぎさんいない、玉ねぎさんいない、あれいなくなっちゃった、あらあら寂しいね、あの人一寝してどっか行ったのかな、よしよし、行くぞ行くぞ、もうビビんないよ、どこに何か潜んでいようと、あっち行かなくていいんだよね、あ、こっちだ待てよ、吹っ飛んで落とされて私のソウルは一体どこ、うっと
危ない痛いなもう。あの上だ、あるわソウル。よしよし、隠しちゃえ。うわ、おばさんの間に、おばさんの間にソウル。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価コメントをお待ちしております。